年下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のゲームどのあたりに注目されてますか？そうですね、ホークスは先発投手ですよね。はい、まあ、相手が強打者でもビシッと投げてきますからね。今日も持ち味を生かしていい投球をしてほしいですね。そうですね、そのあたりのピッチングにも注目です。まずはホークスの先発松坂がマツダスタジアムのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に、ね、先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。はい、最初は変化球できました。狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど、そうですか。アウトコース空振りです。ワンボールツーストライクです。4球目は何か、高め打ちました、切れていきます、ファウル。この菊池、どういったタイプのバッターでしょうか？いや、驚異的なバットコントロールの持ち主ですよ。なるほど、そうですか。この高めは外れます。追い込んでいます。スライダー外れます。スリーボールツーストライクです。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。送球してタッチアウト、盗塁失敗、ランナーの進塁を許しませんでした。見事な送球でしたね。ピッチャーはほっとしたでしょうね。先制のランナーでしたからね。いや、良かったですよ。そうですね。
ッターは4番エルドレッド。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は何から入ってくるか。ファウルになります。次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど。
は決まりません。ここは
ゾーンギリギリを狙って勝負ですね。はい、打ちました。取った。一塁へ。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。いいプレーが出ました。ファインプレーです。素晴らしいプレーが飛び出しました。いや本当に固い守りでしたね。バッターは7番に入っている木村。2アウトランナーありません。これが初球。変化球は外れました。ボール先行です。うん、いいまっすぐですね。はい、ストライク2ボールと追い込んでいます。平行カウント引っ張った。ファウルになります。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ホークスの攻撃。バッターボックス松田。ホークス0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。先行です。これが3球目。アウトコースへ決めました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはアウトコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね。バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど、そうですか。
センターへ抜ける。ホークスチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには長谷川が入っています。さあ先制のチャンスです。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ランナーは動けませんでした。さあそして打席には細川が入ります。ピッチャーとしては警戒が必要なバッターですよ。さあアウトカウントが1つ増えましたがなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。そうですね。ああこれはいけません。デッドボールです。先発の松坂がバッターボックスに入ります。まあ、自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。これが2球目。思わずバットが出てしまったでしょうか。ここは中間処理ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですね。ああなるほど。しかし打つことはできません。まだチャンスは残っていますが三振でツーアウトです。いやきっちり役割を、ね、果たしたいですよね。さあそしてバッターボックスには本田が入っています。さあツーアウトながらなおも満塁の場面。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。そうですね、状況にもよりますが基本的には、まあ、とにかくボールを捉えることを重視しているバッターですね。あ、なるほど。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。押し出し1点が入ります。もろにバッターにボールを当ててしまいました。ただいま手当てをしております。しばらくの間今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。ホークスが代走を送ります。川島がファーストランナーに入ります。さあそして打席には今宮が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。これは外れます。さあ3球目は何か。ストライク。バットを出していきましたが空振りです。さあ2ストライク追い込みました。
回ホークス先に点を取りました。2回終了1対0、ホークス先制です。
は狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。ここはバッテリーどんな思惑でしょうかね。まあそうですね、
引っ張る傾向が強いバッターですから、インコースでファウルを打たせてカウントを稼ぎたいですね。ああ、なるほど。やはりバッターの特徴をついた攻め。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここは盗塁を許しません。これはキャッチャーの肩に軍配が上がりましたね。キャッチャーよくさせてくれましたね。はい、勝ち越しのランナーいなくなりました。いやー、本当に助かりましたね。はい、そうですね。ここは150キロを計測しています。次が3球目。惜しいですね。はい、これはどうだ、ショートが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。1対1同点です。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。バッターは6番柳田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ホークス同点で迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね。最初は変化球できました。
厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。
そして打席には菊池が入ります。さあ追加点は許したくないところ。こういう場面で失点すると後に響きますから、丁寧なピッチングを心がけたいですね。なるほど、そうですね。低め、これは外れた。低めは外れました。外低め決まってストライク。フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょう。球目は何か。打った、掴んだ、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。2対1カープが1点リードと変わっています。西さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略できるはずなんですけどもね。攻略の糸口は掴んでいるんでしょうか。初球打ち、ここはフライになっています。エルドレッド抑えてワンアウト。今日はダイソーで途中出場の川島、まずはワンアウトを取っています。初球は何から入ってくるか。次が2球目。インコース決めてきた。3球目は何で来るか。スライダーが決まります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックス今宮、前の打席はカーブにやられましたけど、本来は得意な球種なんでね、はい、まあ、ここはその球を狙っていくかもしれませんね。打ち取られた球を逆に狙ってということなんですね。さあまず1球目、最初は変化球できました。バッターよく見ました。ボール先行です。これが3球目、ファウルになります。またファウル。外れます。スリーボールツーストライク。さあこれで決まるのか。打ちました、菊池。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって2対1、1点リードはカープです。ここまでのハイライトです。1回の裏、ランナーを2塁に置いて、最後は三振。
振に終わっています。先制とはなりません。満塁のチャンス、しかしバットに当たりません。先制のチャンスを逃します。5回の表、ランナー2塁のピンチだったんですが、最後はやはりこのボール、三振に切って取ります。勝ち越しを許しません。さらにこの回、一打勝ち越しのピンチ、ピッチャー黒田、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ホークス、ここで勝ち越されます。3番バッター丸、前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。先頭バッターを打ち取っています。空振り、低めの変化球は決まりません。3球目は何か、打ちいっぱいに決まります。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました、今宮、アウト、ツーアウト。バッターは5番グスマ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。アウトコース見送ってストライクです。バッターから遠いところ空振りになります。ノーボールツーストライク。変化球が低めに外れます。アウトコース打ちました。取ってスリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。2対1、1点リードはカープです。